デルは2016年1月に行われた CES で有機 EL パネルを採用した a l i e n Wear 13 OLED を発表しています出荷日等は未定のままですが6月に行われた Computex 2016でも展示されていました実機の画面を見ると非常に美しく液晶をワンランク綺麗にし発色がかなり優れているのが見ただけでもわかります エイリアンウェアはゲーミング向け製品なのでゲーム時のパフォーマンスがどれだけ上がるかが気になるところです。液晶よりも低遅延となるのは確実でしょうがそこまで必要なのかどうかハードコアなゲーマーほど気になるところでしょう。今後の発表が期待されます。